怖いです正直。玉木さんじゃないんかいって言われそうで何度も見てくださってるファンの方とかがなんか生ののだめがいるってなるとちょっと嬉しく思ってくれたりするのかなと思って。大好きだった作品の千秋先輩に自分がなるなんて夢にももちろん思ってなかったですし、怖いです正直。玉木さんじゃないんかいって言われそうで舞台はね初めての、経験になるんですが、千秋先輩にもついていきますのでよろしくお願いいたします。千秋先輩って言われてこんな顔にならないように気をつけたいなと思います。